観覧展示会にて観覧とは、観覧の東洋蘭としての名称である。種として花を鑑賞するものが多い。東洋蘭は、古くから中国で、蘭が栽培されていたものに起源があり、それが日本に持ち込まれたものから始まっている。中国では花を楽しむものは主に、中国春蘭と、一景九花の二つである。いずれも花は、春蘭に似ており、花弁は、幅広く、 丸っこい。日本では、春蘭がこれらの花によく似ていたので、日本での花物系の東洋蘭探しは、まず、日本春蘭から始まっている。ただし、花物よりは、柄物の方が先である。観覧の場合も、当初は葉を楽しむことが多かったようである。しかし、さほど有名な品種は残っていない。そのうち、花色の豊富さに目が向けられるようになり、 昭和初期から次第に展示会が開かれ、優秀品には命名がなされるようになった。現在では、観覧の産地ごとに、乱愛好会があり、そこでは命名や展示会等が開かれている。なお、この間に、野外では、最終によってほとんど発見不可能なまでにその数が減少してしまった。これについては、観覧の項を参照。観覧は、春旦系の花とは、 趣が随分と異なる。背が高くなる上、花弁は細長く、中国春蘭に設定される理想的花型は到底あり得ない。しかし、葉には縁があり、厚みのある深緑の葉は美しい曲線を描く。花は葉から抜き出て、香りも高い。香りの成分はメチレイピジャスモネートである。これらの特徴を活かすように、栽培のための植木鉢も、 より腰の高いもの、単純ながらもバランスの取れたデザインのものが好まれる。葉は厚くて光沢があり、新緑色である。根元から立ち上がり、先端は緩やかに曲がる。先端が斜め上を向くもの、曲がって下を向くものまである。先に行くと水平になり、その先端がわずかに上を向くの泥受け葉という。新芽は淡い色で、根元の鞘は濃く着色するものが多い。 品種によっては、この部分の色が鮮やかで見応えがある。花の形については、形は異なるが、一般の愛好家に好かれる花葉は、おおよそに通っている。例えば外三弁はまっすぐ一文字に開くかまたはやや、抱えるものが好まれ、後ろに反り返るのは好まれない。側弁は水中を抱えるように閉じるものがよく、開くと良くないとされる。 絶弁は昔は大きく広がらないものが好ましいとされたこともあったが、最近では広く大きく迫力があり、そのまままかないものの方がより人気があり、弁が細くなるのは良くないとして、今ではあまり好まれない風潮がある。おおむね空間的に調和の取れた配置が好まれる。外3弁のうち、上向きの花びらの先端が内側に折れる癖を持つ、ものは折り鶴と呼ばれる。 横向きに弁が真横に張った花形を一文字、少し下がるのを、平方、三弁がほぼ正三角形を取る花を三角咲きといい、この三つが特に人気がある。絶弁は、白っぽい薄黄色もしくは薄い緑で赤い斑点が乗るが、これは、少ないか、逆に真っ赤になるほど点が集まったいわゆる、ベタ字化に人気があり、両者好みが分かれるようである。家系は高く伸びて、 葉の上に出るが、花形は細い方が見栄えが良い。また、花と花の間が開いている方がより美しく感じられる。寒暖の最も多く見られる花の色は白い絶弁を除いて花弁が緑色で内面に赤い斑点があったり赤っぽい筋がぼやっと入っているこの部類のものである。このようなものは昔は取り立てて名前を付けることがなかったほど人気がなかったが、 最近では愛好家の思考が変わり、大輪で花型が良いもの、緑の色が非常に濃いもの、花感が優れているもの、絶点が変わっているものなどが非常に人気があり、観覧の花物の中でも最高の評価を受けているものが多い。巷では成果に始まり成果に終わるとさえ言われ、気温などによる過色変化も少なく、飽きの来ないのがこの過色である。君ね、ドンウ。 銀霊などが有名である。花弁が緑で赤っぽい色がなく、絶弁も純白で、花形にも赤などの濁った色が乗らないものを巣心と呼ぶ。花弁の一部などの目立たないところに少し色が乗るものは純素心と呼び、特に花形などに優れたものは認められる。さらに、花に赤い縁が入っても、花形が緑のものを青々という。これも花形が良ければ認められる。 死の花、南き太陽、白太陽一時人気がなかったが白太より、たくさんの系統が派生し、それを集めるコレクターにより、巣心が見直され、人気が復活している。白太陽、白花、三角先素人のことをこういう場合もあるが、特に花びらの色が薄いものを白花という。本当に白く見えるものは少ない。豊か雪、玄句も豊か雪は、 バブル前は一目百万円単位での取引がなされていたくらい高価であった。現在では数千円から一万円台で購入できるほど値下がりしたが、鑑賞会での入賞の常連になるくらいまだに人気がある。壁が黄色に発色する。色が薄くなると白っぽく見える。白花のように凄心ではなく、家計は色づいているものが多い。禁止。 今回の誉れ城岸白花の豊か雪は、高知県宿毛市西谷さんの木花系の凄心花であり、太色を交えず時により、真っ白く咲くことからコ心の筆頭とされる場合がある。花弁が桃色のもの。普通、花弁の脈に沿って色が濃くなるので、筋が入ったような模様が出る。日光、桃里、武量、北札の誉れ赤というより、赤黒いもの。 紫を帯びた色に出るものが多い。色の薄いものは筋が入るが、濃いものは全体に着色する。ひなたのほまれ、花紙、室戸金、後期、紅れない、わひなたのほまれは古典名家で昭和の頃より人気が続いている。後期赤花、平方先緑っぽい地色に赤っぽい筋が入るなど、筋の模様がはっきりと出るもの。軽の夢、からぎぬ、再会のほまで。 赤月青春蘭と同様、観覧も葉の模様も干渉対象となる。葉の縁のみ、白くなるもの、白く縦縞が入るもの、葉の葉緑素がほとんどなく、葉の縁のみ葉緑素が乗るもの等がある。ただし完全に葉緑素が抜けているものは幽霊王として干渉対象にはならない。花の色は波花のことが多いが、中には見事な更サさサ、等価。 変わり島柄が出現するものもある。有名なものは高地穂水穂緑だから、根波流、春光銀河等がある。観覧は産地ごとにまとまって考えられることが多い。それぞれの地域で同好会や愛覧会といった団体があり、それぞれ独立した活動を行っている。薩摩の紫、小山系、日向のお鈴山系、日後の熊系等。 有名な産地がたくさんある。ありがとうございます。